こんにちは、トリッピーです。今日はひなちゃんの挿絵についてお話しさせていただきたいと思います。ホームセンターさんとかでたまにこういった泡玉、こちらですね、泡玉をお湯にふやかしてあげればいいよなんていう方いたりするんですけど、そちらだと栄養価面にとても不安が残ります。ビタミン不足で脚気起こしちゃったりするので、状況によって混ぜることもあるんですけれども、トリッピーではこちらちょっと使わない挿絵の方法を、お話しさせていただきたいと思います。ちょっとすみません、うちのバナナちゃんが、フォーミュラを使った挿絵をしてるんですけれども、ですね、パウダーフードと呼ばれるものです。で、フォーミュラにもいろいろ種類があるんですけれども、トリッピーで一番おすすめしてるフォーミュラはこちら、ケイティさんのイグザクトです。こちら大変おすすめです。なんでかっていうと指向性が高いです。美味しいんですね。要は食べやすい、味が美味しいから食べやすいっていうので、うちではこれおすすめしてます。じゃあ説明書を読んで見ようと思うんですけど、ちょっとこれ英語なんですね。英語なのでちょっといろいろうちの店長が調べてくれたので、そちらちょっとかいつまんでお話しさせていただきます。ケイティのフォーミュラは約120度 F のお湯でフォーミュラを溶かすって書いてます。ただこの度 F っていうのはアメリカで使われる単位で、日本の温度にすると約50度だそうです。約50度なので間違えないようにしてください。熱湯で溶かすではなくて、その120度 F っていう風に指定されている理由は、60度以上を超えるとでんぷんがアルファ化して糊みたいになっちゃうんですね。なのでこれを熱湯で溶かすと、こう糊みたいにほんとベターってネターってなっちゃって、食べづらいとか美味しくないっていう現象になってしまうので、必ず温度は測るようにして作ってあげてください。約50度のお湯で、溶かした後に43度から40度に冷ましてひなちゃんに給仕してください。で、熱いまんま与えちゃうと口の中やけどしたり、その脳の中やけどしたりして、やけどって命に関わることになってくることもあるので、必ず温度測ってくださいね。で、揚げてる時にどんどん温度って下がってきちゃいます。で、温度下がってくると鳥さんまだお腹空いてるのに食べなくなってきたりするんですね。それがなんでかっていうと、こう鳥さん親鳥からご飯もらう時って常にあったかいものもらってるので、冷めてくると食べなくなっちゃいます。なのでですね、常にあったかいものをあげるようにしてあげてください。で、温度が下がって食べなくなっちゃったこのフォーミュラ、一回温めようってするときに電子レンジ使う方いるんですけど、それ絶対やめてください。部分的に熱くなって、なんか冷めてるとことあったかいとことあって、飼い主さんもなんかちょっとおかえり、分かんなくなっちゃうっていうことあるので、湯煎して、チョコレート湯煎したことある方分かると思うんですけど、お湯を張ったボウルとかにその器を入れて湯煎して温めてからまた揚げるようにしてください。鳥ちゃんにこの作ったお湯で溶いたフォーミュラを与える時なんですけど、道具何種類かあります。こういったスプーンになったもの と、こういったシリンジって言われるポンプタイプですね、こうビーってやるやつです。と、あとこういったものもあります。ただこれの場合が泡玉使ってないと入らないタイプなので、鳥さんの種類とかによって使う道具っていうのは変わってくるので、迷った場合は店員さんに聞いてみてください。トリッピーのお客さんは私に聞いてください。で、うちで一番おすすめしてるタイプがこちらです。これ三幸さんのひな給仕セット、これすごい使えます。お店の子たちの挿絵もこれでやってますし、
個人的にお迎えした子の挿絵もこちら使ってます。で何が使いやすいかっていうと、この器でまずそのなんだ温めたりとか、そのなんださっき言った湯煎する時もすごい便利ですし、で一番いいのはこのスプーンなんです。このスプーンのちょっとわかります？これここをないの？すいません、スプーン持ってきました。このスプーンのここがこうくちばし、お母さん親鳥がくちばしをこうやって上げるみたいな形なの分かりますか？この先が細いので鳥さんすごい食べやすいです。ここからこうどいで、こうこういう風にして食べれるのですごく食べやすいので、インコ類に関してはこのスプーン一番おすすめです。では実際に与えてみましたので、そちらの動画ご覧ください。与えてあげます。で1回作ったお湯で作ったフォーミュラなんですけど、こちらは残っちゃったりすることあると思うんですけど、残ったものは必ず1回1回捨ててください。朝作った分残っちゃったからこれ後で温めてお昼あげようっていうのは絶対やめてください。必ず1回1回、新しいものを作ってあげてあげてください。であげてる時にこの口にここにこうダラーってついちゃったりすると思うんですけど、それも一回一回ティッシュで優しく拭いてあげてください。で拭き残しがあったりするとここガビガビってなって固くなったりすることあるんですけど、差し上げてる間っていうのは結構ずっとそこにつき続けるので、ひどくならない場合はそのこまめに拭いてあげるっていうのでなんとかしてもらって、でもしその固まっちゃって生活に支障が出るっていう場合はペンチとかピンセットみたいなものでこうパチッパチッって割るようにして取ってあげてください。お湯でふやかして取るっていう方法もあるんですけど、時間がかかるっていうのと、あと毛がボリって
取れちゃったりすることあるので、できればこう割ってあげて取ってあげるみたいにしてあげてください。フォーミュラを与えるというか、その差し餌をするっていう時期は人間と鳥さんが一番仲良くなれる時期でもあるので、この手乗りにしたいとかっていう場合はそのチャンスです。あのこう手に乗せてこうあげたりとか、その包んであげる、これが鳥さんだとすると、優しくこう、詳しくは店員に聞いてください。挿し餌の期間の目安なんですけども、大体のインコちゃんは 2-3ヶ月です。ちょっとフィンチになってくるとまた短くはなってくるんですけれども、その期間に関してはあのお迎えしたお店で店員さんに聞いてみてください。個体差あるので、ちょっとその辺は飼い主さんも見ながら与えることになりますので、よく確認してみてください。はい、こんな感じで、フォーミュラの作り方と与え方をトリッピー流でご紹介してみました。で、わからないことがある場合は私たちみたいな専門店の店員さんに聞いてみるのが一番いいので、勉強しながら話を聞きながら楽しい鳥ライフを過ごしてください。ありがとうございましたって、はいありがとうございましたって。